校舎静岡県立浜松西高等学校。中等部は静岡県浜松市中国西伊庭町にある県立併設型中高一貫校。1924年創立の旧姓浜松に中央、全身とす。初代校長は、英語学者の松田よその助、け。ひとし、いさむを校訓に掲げ、英国の名門パブリックスクールであるイートン校を手本に、 ヤングジェントルマンの育成を目指した。2002年に中東部を設置した。オリンピック選手、当初一部社長、そしてノーベル賞受賞者を輩出した、県内有数の名門校である。現行の交渉は三種の神儀の一つ、八神の中心に、校の文字を輩し、さらにその文字の周り上下左右に4本のペン先を、外側に向けて輩する。 太平洋戦争以前の交渉においては現在、ペンと、される象形は、草なぎ剣を表し、項の文字の代わりに、やさかにまがたまが廃され三種の神器のすべてが、かたどられていた。公式サイトで聞くことができる。中東部設置以前は、男子生徒は、黒の爪理学生服であったが、いわゆる金ボタンではなく、高価にちなみ、銀ボタンであり、それが成功性の誇りであった。 現在、制服は中、高同じデザインである。中東部の設置に伴い女子夏服以外の制服が一新された。冬服は2002年4月より、トンボのブレザーにノーネクタイスタイルとなっており、靴はローファーが準指定となっている。夏服は、男子は冬服と同じスタイルか、半袖の解禁シャツ。女子は、赤紙皮膚。スカーフはなく、小さな紺のリボンがついている。 浜西、旧、浜松市域では西高と略称される。中東部に限定した場合は、西高中東部、浜松市内では、西中とも呼ばれる。高い知性、豊かな人間性、社会貢献への高い志とたくましい力を持ち、国際社会において、リーダーとして輝ける人材の育成を目指す。2002年に、中高一貫教育を開始した。 数学と英語において少人数指導を実施しており、数学では検定外教科書、体系数学を使用している。政治、官僚学術経済文化、芸能スポーツ。ありがとうございます。